今回のやっぱ桜のやっぱ006、あのやっぱあのブライアーパシモンのやっぱ根っこがを加工したつやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の彫りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて。ああ、持ってるの方がだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体によくねえんだとかさあの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさそりゃそうだよね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってればもう匂いでさ、あの香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの0066でもさ、やっぱパイプウッド、パイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね。パイプウッドっていうのは、そういう名前、ネーミングだよ。聞いたこともないもんね。うん。だから、ブライヤーとかパーシモンだったら話はわかんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、わかりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん。かといってパシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね。うん。いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。うん。バラとか柿、パシモン柿。うん。で、あれがだって出てるじゃん、日本では。だって。で、やっぱりさ、桜のさ、やっぱあの黒のさ、黒色度合いっつうかさ、うん、あれはやっぱり、耐水性といいさ、隠蔽力といいさ、あの黒はやっぱりちょっとを比べてみるとさ、真似できねえ黒だよねと思ってさ、まあ使いやすくさ、黒真っ黒黒じゃさ、なくす、要するにカーボンブラックでもさ、カーボンのやっぱり粒が小さいのか練り込みがいいのかさ、そういうのは知らないけどさ、やっぱりブラックが本当惚れ惚れするようなブラックだもんね、あれ、うん、桜のブラックは、うん、よくぞこんないいブラックを、真っ黒黒のブラックをさ作ってくれましたってぐらいのさブラックだもん。あれだよね、ロットリングのブラックとさ、あのカラスバ使ってたようなさ、製図用のブラックとさ、ロットリングのブラックとさ、なんら遜色ないもんね。うん。だから、で、あれだよ、若い頃さ、ホルマリン漬けの、標準標本みたいなさ、あれで、ラベルつけるんですよ。うん。で、ラベルつけてさ、ホルマリンの中に放り込むんだよ。
でホルマリンと水の水溶液だからさ、紙がダメになっちゃうと意味がなくなっちゃうんだよ。紙が溶けちゃうと。あ、でインクが滲んだってさ、インクがダメになっちゃうと、それも意味がなくなっちゃうんだよ。で使ってたのはね、確かね、ちょっともううろ覚えになったんだけど、ロットリンクのブラックのインクなんだよね。うん。でそれはね、ホルマリンの液体につけといても何十年もさ持つんだよ。うん。で確かロットリングのブラックだと思うんだよね。でロットリングのブラックは確か素晴らしいよ。あ、そうなん。なんで知ってるん。ロットリングはあれだからね、ロットリングはあれどこのメーカーだよ。ドイツか。ドイツどこのメーカーやめてくれ。フェーズだよ、それはさ。だからロットリングのカラスバーとにつけたさ、あれで線描いたり円描いたりしてるじゃない。でもうさ、ロットリングのインクしか要するに使わなかった。だけど乾くんだよね、ロットリングだ。ロットリングのね、黒はね。で桜のはさ、ロットリングより長持ちすんじゃん、ゲルインクだからさ。だから使い勝手はいいわけよ。ああ、で100度の温水の中に桜のさ黒つけてたんだよ。で紙はさ、その専用の紙みたいなのを見つけたからさ、それに何のことはない、普通に書いてさ、桜のインクでさ書いてさ、でつけといたらさ、温度上げても時間が経ってもにじまないし、紙に書いたやつはそのまんまだしさ、おお、これすげえやと思ってさ、うん、俺だったらロットリングわざわざ乾いちゃうみたいなさ、ロットリングのあれ使わなくてさ、これは国産のあれでやればいいや。そしたらさ、社長に見せたさ、今度は漆黒通あれが出たろ、うん、今回のインク、うん、でだからさ、これはもうメックもんだなと思ってさ。でね、前の関連っていうか、文具は全然関連なか関係なかったんだけど、台湾からね、仕入れに来てた商社みたいなのがいたんだよ。何買ってたと思う？僕ら関係なかったんだけど、日本のあれだよ、シリコンインクの後ろにさ、リフィルの後ろにあれ透明のさ液体が入ってるじゃん、落ちない、蓋閉めるようなさ、インク入れて、で後ろに粘度の高い透明のオイル入れるじゃない。あれ調達してんだよ。あ、でさ、どうして日本製のがこんなのインクじゃなくて日本製のリフィルに詰めるシリコン調達するんだって。あれシリコンなんだよ、粘度の高いシリコンオイルなんだよ。だからね、日本のシリコンオイルがあれが一番いいんですって。でメイドイン台湾だよ。だけど中身はメイドイン台湾なわけだけど、透明の後ろの液体だけは国産のシリコン調達しに来てんだよ。でそれ向け先あれだで、ヨーロッパとか日本とかそれだで。それで日本製ので調達すると台湾で作ってもメイドイン日本になるって。
メイドインジャパンになるんですって言うんだよ。おいおい、ほんとかよって。確かに、そら、シリコンは、シリコンオイルは日本製の使うっつうのはわかるけど、それメイドインジャパンと違うんじゃねえ。でもね、ネーミングはメイドインジャパンにしちゃうんだって。ほんとかよって。あれ、僕ほら外資に行ったでしょ。で外資のさ、アメリカが本国なわけよ。でシアナークレート1駅あるでしょ。あれね、アメリカ製って書いてあっても国内で作ってんの、メイドインジャパンで。でさ、俺知らなかったんだよそんなの。日本はさ、日本でだけでやってるから、確かにドラムでさ、アメリカから来て、でそれ日本で小分けして、で日本の、ディストリビューターにこう 配ったりさ、日本の店頭売りってするんだけどさ、中身がさ結局シアノアクリレートがあったわけよ、瞬間接着剤ね。うん、もうしたらさ、どこで作ってると思ったら、全然知らなくてさ、たまたま関係ないさ製造ライン見学つか見に行ったんだよ。これチューブ詰めの生産ラインなんですよってさ、5メーターぐらいあるんだよ。それで製品をさ、みんな作ってるわけよ。うん、チューブ作るところからさ、チューブのインゴットがあって、それ加工してチューブの筒にするわけよ。後ろのお尻が開いてるさ、で中身詰めて昔の歯磨きみたいにさ、くるくるくるってやるとさ、チューブになるわけよ。金属だとね。でプラスチックはまあラミネートはさ、それで熱で圧着しちゃうんだけどさ、それの生産ライン、製造ラインがね、5メーターぐらいなんだよ。長いんだよ、でけえんだよ、すげえ。でそれ見てたらさ、これあれじゃん、いちいけど。でプリントしてるさ、銘柄笑っちゃうよ。うわ、これあれじゃん、アメリカの品物じゃんっつって、日本で作ってんだから、俺も関西でそうだろうって言ったら、説明してんだ、これあれですよ、アメリカの品物ですよって。嘘だろって。プリンティングだっけな、プリントジャパンって書いてあるんだよ。本当だ、嘘だ。だからアメリカで売ってるさ、アメリカ本国の品物がメイドインジャパンなんだ、プリンティングジャパンか。そういうことは中身も国産。嘘だろ、おいお前、そんなことってあるよねつって作ってんの、あるんだよ。おい、ほんとかよ、乃木区の墓か俺つって、伊藤社長の世界かつってさ、ロボの石かそんなんだよ。そうだろう、だってアメリカなんかはそんな一言も言わないんだよ。アメリカの外資に勤めてるやつが知らないんだ。嘘だ、信じられない。だからそこのとこ持ってくるとさ、やっぱ桜のパーシモンだとかさ、ブライヤー、パイプタバコのさ、根っこのさ、コブ、
あれはやっぱ卓越してると思うよね。うん、思わずあれだもん、渋谷の話もしたけどさ、ああ見惚れちゃうもんね。よくやったな。立ち合いって勝つから。メンズ、メンズだからな。ああ、パイプはね、ああ、だって吸えるようになるまでがちょっと時間かかって練習しなきゃいけないけどさ、あれだよ、それ身につけちゃえばもうなんていうの、安上がりで済んじゃうよ。香りがいいしね、第一ね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの0066でもさ、やっぱパイプウッド、パイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね。パイプウッドっていうのは、そういう名前、ネーミングだよ。聞いたこともないもんね。うん。だから、ブライヤーとかパーシモンだったら話わかんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、わかりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん。かといってパッシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね。ああ、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。ああ、バラとか柿、パッシモン柿、うん。嘘だろ社長。杉の木はいっぱい植わってんじゃんぞ、これに、ね、うん、あれもなんとかなんとか杉とかさ、いろんな杉があるんだけどさ、やっぱ綺麗だよ、杉で手触りいいしさ、あ、目が細かいしさ、目も結構しやすいんだよね、うん、だからハンコ作ってるんだろうけど、うん、やっぱ綺麗だよ、うん、だからあれだよ、あそこなんだっけ、高山行ってさ、杉のさ、印籠みたいなの買ってきたりさ、あそこ話したじゃん、なんだっけ、式年遷宮やってる伊勢神宮、伊勢神宮のさ、おかげ浴場、あの辺に行ってさ、いっぱい結構さ、ああいう細工物みたいなのさ、売ってるからさ、真珠だけじゃなくてさ、まあ真珠が本場だよね、やっぱね、あ、ご飯だからさ、うん、だから、うん、真珠はちょっと三木本のはね、手が出ないからさ、うん、うん、でもやっぱ伊勢さんなんかに行くとやっぱ国産のがさ、それはそれで置いてあるからさ、うん、あれなんだっけ、牛肉食うだけじゃなくてさ、やっぱりあれ、牛肉旅行くんだとか言ってたやついるけどね、どこ行くのって言ったら伊勢で、あ、そうなん、ああ、まああれはいいよね、やっぱり社長それ3本買っちゃったよ、うん、だってやっぱあれブライヤー、手で持てるさ、軸、パイプの木の軸、あれやっぱり持っちゃうと、あー、やっぱ欲しくなるね、うん、カステルのはね、欲しいっていうよりはまあまあいいなとは思うんだよ、値段にしてもさ、何にしてもさ、でもね、やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ 006?
あのやっぱあのブライヤーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたあやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の彫りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。電子タバコなんて、ああ持ってるのほうがだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体によくねえんだとかさあの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさそりゃそうだよそんな甘くないよだけどね、その方が体にいいんだみたいなことを平気で言うんだよね、パイプタバコ吸うやつはね。嘘だろっつぐらいだけど、本当かよっつか言ってもさ、お前詐欺みたいなこと言うなっつってさでもそれ気休めですね、タバコ吸ってんだよねやっぱねやっぱ香りがの良さに負けちゃうんだよね半分ね、うん。あ、パイプタバコ吸ってるやつすぐ分かるもん、うん、で 何のタバコ吸ってるかも分かるよね、あ大体、うん、こういう普通のタバコはさ、ニコチンタバコ、うん、そのシガレットあの香りがしないもん、匂いがしない、やにくさいっつだけでさ香りしないんだダメだよそれそれはね全然負けるよ本当に、あのパイプの刻みタバコの匂い嗅いたらもう雲出の差、天と地、全然かなわねえよ。タバコのあの煙がモクモクするぐらいでね、一つもいいとこない。
それね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなのやってる、ね、そう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 、パイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。タバコ吸っててタバコがうめえなんて吸ってるようじゃ、でも匂いが全然違うもんね、やっぱり。葉巻も欲しいね。葉巻もいいけど、葉巻はさ、あのバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね、そうなんですか、消えちゃうから自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの今朝、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車はじめさ、乗れないじゃん自転車、転がったりなんかするじゃん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか、あれと同じ。あのタバコもね、火つけて消し、あ刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだ。渋谷とかさ、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。ああ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああ、ボコボコするのも。ああ、それもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。うん、それは本物のパイプタバコのさ、ブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさ、いつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっと高いんだよな、1、10、100、1000万。あ、ダメだ。1、10、100、1000万。あ、ダメだダメだってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね出したっつうのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000円だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。と、え3万いくら、おい万年筆買えちゃうじゃんって言っちゃって。でもね、やっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりね、あのコブ、木目っていうか、やっぱコブだよね、こうあれがね、やっぱね、ちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あ、これだよねって思う。もんつかさ、ブライヤーつかさ、例のパイプのボールのさ、インクボールペン、ゲルインクのボールペン買っちゃったわ、また。あ、すいません、大社長買っちゃいましたよ。キジクのさ、ペンはさ、カエデとかエンジュとかさ、パイロットでも結構出してたがね。
で、ほら三菱でもさ、結構さ、出したことあんじゃん。今でも出してるけどさ、でもさ、モルトの樽のなんですね。モルトのね、モルトの出してるけどさ、あれは見たことなかったもんね。パイプのさ、パシモンとかさ、ブライヤーとかさ、パイプの材質使ったさ、筆記具さ、ほとんどっていうか、あんまりっていうか見た記憶がないんだよね。でもさ、やっぱりパイプを最終的にはみんな僕らの年代はさ、吸うことになったわけですよ。紙巻きのシガレットからさ、始まってさ、で葉巻きはさ、ほとんどダブってたけど、あんまり吸わなかったんだよね。それよりさ、パイプの方がさ、圧倒的に多かったんだよね。でさ、今まで筆記具の中でさ、万年筆の円柱っつんだっけ、あれはさ、同じあれで出てたけど、漆のさ塗りはさあったじゃない、当然ながら、ボールペンでも何でもさ、で漆の蒔絵はさとか、金箔のさ、絵のさ柄のっていうのはさあったじゃん。で蒔絵もあったじゃん、で螺鈿細工だとかさ、凝ったことあんじゃん。で焼き物もあったよね。値段がさ目が飛び出るぐらいのさ高いさ、万年筆からさあったけどさ、パイプのさ、パシモンだとかさ、ブライヤーだとかさ、いう根っこを加工した筆記具ってさ、ほとんど、なんでの理由は何だか知らないけどさ、見かけなかったんだよね。でもさ、やっぱりさ、僕らの年代はさ、パイプは手に馴染んでるからさ、禁煙者になってもさ、禁煙者になってもだから、タバコ吸わないでも筆記具でさ、やっぱりパイプのこの、感触とかね、含めてやっぱり憧れちゃうんだよね。でやたらとさ、パイプのパシモンとかブライヤーとか、ウッド、木の軸の筆記具を見ちゃうとさ、あ、すんげえなーって思っちゃうんさ。ついてが出ちゃう。ついてが出ちゃう。お金は出ないんだけど手が出ちゃう。お金がなきゃ手が出せない。そうそう、まあそうなんだけど、お金を出して手を出すんだけどさ、もちろん手だけ出したら泥棒になっちゃうから、手がさ出すのはいいけど、手錠はめられちゃうからさ、ね、出せなくなっちゃう。2回目がね1回目も出せないけど、冗談で言ってる分にはいいけど、本気になっちゃうとそれはまずいからね。写真で30インチの画面なんかでかく写すと、ね、やっぱりね、カステルなんかとはまた違って、やっぱりね、パイプの、ボールの昔触ってた、今でも持ってるけど捨てないでね。そうなんですか。やっぱりいいもんだからね。いや貧乏人で、やっと買ったほらパイプでしょ。だから捨てられないのよね。で骨董品じゃないからさ、使えるからさ、でも使わないんだけどさ、その興味はないんだけど、でも安上がりなんだよね結局。ほら紙巻きタバコはね、もううんと値段が上がっちゃってるでしょ。ああ、わかんないね。吸わないもんね。だからね、
逆にね今の値段だとするとね、あのパイプの刻みタバコを買って吸った方がね安上がり、ずっとそういう感じだって。ん、渋谷とかさ、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物のパイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな、一十百千万。あ、ダメだ。一十百千万。あ、ダメだダメだってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。と3万いくら、うわ万年筆買えちゃうじゃんって言っちゃって。でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。ダメか、タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるよじゃ。でも匂いが全然違うもんね、やっぱり。はまきもいいけど、はまきはさあのバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはねバカじゃ練習しないとね。あ、そうなんですか。消えちゃうから自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの消さ、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、適度にやっぱ燃えて消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車はじめさ乗れないじゃん、自転車転がったりなんかするじゃん。でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ、タバコもね火つけて消し、刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだよ。それね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなのやってる。そう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 、パイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。
やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ 006? あのやっぱあのブライアーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて。ああ、持ってるの方がだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさ、あの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさ、そりゃそうだよね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ、うん、あの香りだけは真似できないね、うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの006でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのはそういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね、うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話分かんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね、うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね、うん、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ、うん、バラとか柿、パシモンの柿、うん、であれがだって出てるじゃん、日本ではだって、でやっぱりさ、桜のさ、やっぱあの黒のさ、黒色度合いつかさ、うん、あれはやっぱり耐水性といいさ、隠蔽力といいさ、あの黒はやっぱりちょっとを比べてみるとさ、真似できねえ黒だよねと思ってさ、まあ使いやすくさ、黒じゃさ、なくす、要するにカーボンブラックでもさ、カーボンのやっぱり粒が小さいのか練り込みがいいのかさ、そういうのは知らないけどさ、やっぱりブラックは本当惚れ惚れするようなブラックだもんね、あれ、うん、桜のブラックは、うん、よくぞこんないいブラックを、真っ黒黒のブラックをさ作ってくれましたってぐらいのさ、ブラックだもん。だからあれだよね、ロットリングのブラックとさ、あのカラスバ使ってたようなさ、製図用のブラックとさ、ロットリングのブラックとさ、なんら遜色ないもんね、うん、だからで、あれだよ、若い頃さ、ホルマリン漬けの標準標本みたいなさ、あれでラベルつけるんですよ、うん、でラベルつけてさ、ホルマリンの中に放り込むんだよ。
ホルマリンと水の水溶液だからさ、紙がダメになっちゃうと意味がなくなっちゃうんだよ。紙が溶けちゃうと。あ、でインクが滲んだってさ、インクがダメになっちゃうと、それも意味がなくなっちゃうんだよ。で使ってたのはね、確かね、ちょっともううろ覚えになったんだけど、ロットリングのブラックのインクなんだよね。うん。でそれはね、ホルマリンの液体につけといても何十年もさ持つんだよ。うん。で確かロットリングのブラックだと思うんだよね。でロットリングのブラックは確か素晴らしいよ。あ、そうなん。なんで知ってるん。ロットリングはあれだからね、もう、まあ、ロットリングはあれどこのメーカーだよ。ドイツか。ドイツどこのメーカーやめてくれ。製図だよ、そりゃさ。だからロットリングのカラスバーとかにつけたさ、あれで線描いたり円描いたりしてるじゃない。でもうさ、ロットリングのインクしか要するに使わなかった。だけど乾くんだよね、ロットリングだ。ロットリングのね、黒はね。で桜のはさ、ロットリングより長持ちすんじゃん、あのゲルインクだからさ。だから使い勝手はいいわけよ。ああ。で100度の温水の中に桜のさ黒つけてたんだよ。で紙はさ、その専用の紙みたいなのを見つけたからさ、それに何のことはない普通に書いてさ、桜のインクでさ書いてさ、でつけといたらさ、温度上げても時間が経ってもにじまないし、紙に書いたやつはそのまんまだしさ、おおこれすげえやと思ってさ、うん、俺だったらロットリングわざわざ乾いちゃうみたいなさ、ロットリングのあれ使わなくてさ、これは国産のあでやればいいや。そしたらさ、社長に見せたさ、今度は漆黒つあれが出たろ、うん、今回のインク、うん、でだからさ、これはもうメックもんだなと思ってさ。でね、前の関連っていうか文具は全然関係なかったんだけど、台湾からね、仕入れに来てた商社みたいなのがいたんだよ。何買ってたと思う？僕ら関係なかったんだけど、日本のあれだよ、シリコンインクの後ろにさ、リフィルの後ろにあれ透明のさ液体が入ってるじゃん、落ちない蓋閉めるようなさ、インク入れて、で後ろに粘度の高い透明のオイル入れるじゃない。あれ調達してんだよ。あ、でさ、どうして日本製のがこんなのインクじゃなくて日本製のリフィルに詰めるシリコン調達するんだって。あれシリコンなんだよ、粘度の高いシリコンオイルなんだよ。ただね、日本のシリコンオイルがあれが一番いいんですって。でメイドイン台湾だよ。だけど中身はメイドイン台湾なわけだけど、透明の後ろの液体だけは国産のシリコン調達しに来てんだよ。でそれ向け先あれだで、ヨーロッパとか日本とかそれだで。それで日本製ので調達すると台湾で作ってもメイドイン日本になるって。
メイドインジャパンになるんですって言うんだよ。おいおい、本当かよって確かにそうはシリコンはシリコンオイルは日本製の使うっつうのは分かるけど、それメイドインジャパンと違うんじゃない？でもね、ネーミングはメイドインジャパンにしちゃうんだって。本当かよって。あれ、僕ほら外資に行ったでしょ。で外資のさ、アメリカが本国なわけよ。でシアナークレート1駅あるでしょ。あれね、アメリカ製って書いてあっても国内で作ってんの、メイドインジャパンで。でさ、俺知らなかったんだよそんなの。日本はさ、日本でだけでやってるから、確かにドラムでさ、アメリカから来て、でそれ日本で小分けして、で日本の、ディストリビューターにこう 配ったりさ、日本の店頭売りってするんだけどさ、中身がさ結局シアノアクリレートがあったわけよ、瞬間接着剤ね。うん、そしたらさ、どこで作ってると思ったら、全然知らなくてさ、たまたま関係ないさ製造ライン見学つか見に行ったんだよ。これチューブ詰めの生産ラインなんですよってさ、5メーターぐらいあんだよ。それで製品をさみんな作ってるわけよ。うん、チューブ作るところからさ、チューブのインゴットがあって、それ加工してチューブの筒にするわけよ。後ろのお尻が開いてるさ、で中身詰めて昔の歯磨きみたいにさ、くるくるくるってやるとさ、チューブになるわけよ。金属だとね。でプラスチックはラミネートはさ、それで熱で圧着しちゃうんだけどさ、それの生産ライン、製造ラインがね5メーターぐらいなんだよ。長いんだよ、でけんだよ、すげえ。でそれ見てたらさ、これあれじゃん、1駅のでプリントしてるさ、銘柄笑っちゃうよ。うわ、これあれじゃん、アメリカの品物じゃんっつって、日本で作ってんだから、俺も関西でそうだろって言ったら説明してんだ、これあれですよ、アメリカの品物ですよって。嘘だろって。プリンティングだっけな、プリントジャパンって書いてあるんだよ。本当だ、嘘だ。だからアメリカで売ってるさ、アメリカ本国の品物がメイドインジャパンなんだよ、プリンティングジャパンか。そういうことは中身も国産。嘘だろ、おいお前そんなことってあるよねっつって作ってんの、あるんだよ。おい本当かよ、乃木区の墓かこれっつって、伊藤社長の世界かっつってさ、ロボの石かそんなんだよ。そうだろう、だってアメリカなんかはそんな一言も言わないんだよ。アメリカの外資に勤めてるやつが知らないんだ。嘘だ、信じられない。だからそこのとこ持ってくるとさ、やっぱ桜のパーシモンだとかさ、ブライヤー、パイプタバコのさ根っこのさ、コブ
あれはやっぱ卓越してると思うよね。うん、思わずあれだもん、渋谷の話もしたけどさ、ああ見惚れちゃうもんね。よくやったな。立ち合いって勝ってるから。ハハハハ。年度だからな。ああパイプはね、ああだって吸えるようになるまでがちょっと時間かかって練習しなきゃいけないけどさ、あれだよ、それを身につけちゃえばもうなんていうの、安上がりで済んじゃうよ。香りがいいしね、第一ね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの006でもさ、やっぱパイプウッド、パイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのは、そういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね。うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話わかんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だかわかんねえって言えばわかんねえのは確かなんだけどね。うん、いやだからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。うん、バラとか柿、パシモン柿。うん。嘘だろ社長。ツゲの木はいっぱい植わってんじゃんぞこれに。うん、あれもなんとかツゲとかさ、いろんなツゲがあるんだけどさ、やっぱ綺麗だよツゲで、手触りいいしさ。あ、目が細かいしさ、目も結構しやすいんだよね。うん、だからハンコ作ってるんだけど、うん、やっぱ綺麗だよ。うん、だからあれだよ、あそこなんだっけ、高山行ってさ、つげのさ、あの印籠みたいなの買ってきたりさ、あそこ話したじゃん、なんだっけ、式年遷宮やってる伊勢神宮、伊勢神宮のさ、おかげ浴場、あの辺に行ってさ、いっぱい結構さ、ああいう細工紋みたいなのさ、売ってるからさ、真珠だけじゃなくてさ、まあ真珠が本場だよねやっぱね、ご飯だからさ、うん、だから、うん、真珠はちょっと三木本のはね手が出ないからさ、うんうん、でもやっぱ伊勢さんなんかに行くとやっぱ国産のがさ、それはそれで置いてあるからさ、うん、あれなんだっけ、牛肉食うだけじゃなくてさ、やっぱりあれ牛肉食べ行くんだとか言ってたやついるけどね、どういうもんって言ったら伊勢で、あ、そうなん、まああれはいいよねやっぱり。社長それ3本買っちゃったよ、うん、だってやっぱあれブライヤー手で持てるさ、軸、パイプの木の軸、あれやっぱり持っちゃうと、あーやっぱ欲しくなるね。うん、カステルのはね、欲しいっていうよりはまあまあいいなとは思うんだよ、値段にしてもさ、何にしてもさ。でもね、やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ006、
あのやっぱあのブライヤーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて。ああ、持ってるほうがだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさ、あの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさ、そりゃそうだよ、そんな甘くないよ。だけどね、その方が体にいいんだみたいなことを平気で言うんだよね、パイプタバコ吸うやつはね。嘘だろっつぐらいだけど、本当かよつか言ってもさ、お前詐欺みたいなこと言うなっつってさ。でもそれ気休めですね、タバコ吸ってんだよね、やっぱね。やっぱ香りがの良さに負けちゃうんだよね、半分ね。うん。あ、パイプタバコ吸ってるやつすぐ分かるもん、うん、で 何のタバコ吸ってるかも分かるよね、あ、大体、うん、こういう普通のタバコはさ、そのシガレット、うん、あの香りがしないもん、匂いがしない、あのやにくさいっつだけでさ、香りしないんだ。ダメだよそれ。それはね、全然負けるよ本当に、あのパイプの刻みタバコの匂い嗅いたら、もう雲出の差、天と地、全然かなわねえよ。タバコのあの煙がもくもくするぐらいでね、一つもいいとこない。
練習してちゃんとね、あの悪大感みたいなやつだ、ね、そう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 、そうパイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるようじゃ、でも匂いが全然違うもんね、やっぱり。うん、葉巻もいいけど、葉巻はさ、あのバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね、消えちゃうから自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの今朝、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだってパターンで、あれと同じよ。自転車始めさ、乗れないじゃん自転車、転がったりなんかするじゃん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか、あれと同じ。あのタバコもね、火つけて消し、あ刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだ。渋谷とかさ、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物の、パイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それを、はめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさ、いつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな、1、10、100、1000万。あ、ダメだ。1、10、100、1000万。あ、ダメだ、ダメだ。ってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000だとかさするんでしょ。でこんなあのそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。とえ3万いくら、おお万年筆買えちゃうじゃんって言ってて、でもねやっぱりね、あのあれ写真で撮って大写しの画面見るとやっぱりね、あのコブ木目っていうかやっぱコブだよね、こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。もんつかさ、ブライヤーつかさ、あの例のパイプのあのボールのさ、あのインクボールペン、ゲルインクのボールペン買っちゃったわまた。あすいません、大社長買っちゃいましたよ。キジクのさ、ペンはさ、あのカエデとかエンジュとかさ、あのパイロットでも結構出してたがね、
で、ほら三菱でもさ、結構さ、出したことあんじゃん。今でも出してるけどさ、でもさ、モルトの樽のなんですね。モルトのね、モルトの出してるけどさ、あれはだ見たことなかったもんね。パイプのさ、パーシモンとかさ、ブライヤーとかさ、パイプの材質使ったさ、筆記具さ、ほとんどっていうかあんまりっていうか見た記憶がないんだよね。でもさ、やっぱりパイプを最終的にはみんな僕らの年代はさ、吸うことになったわけですよ。紙巻きのシガレットからさ始まってさ、で葉巻きはさほとんどダブってたけど、あんまり吸わなかったんだよね。それよりさ、パイプの方がさ圧倒的に多かったんだよね。でさ、今まで筆記具の中でさ、万年筆の円柱っつんだっけ、あれはさ同じあれで出てたけど、漆のさ塗りはさあったじゃない、当然ながら、ボールペンでも何でもさ、で漆の蒔絵はさとか金箔のさ絵のさ柄のっていうのはさあったじゃん。で蒔絵もあったじゃん、で螺鈿細工だとかさ凝ったことあんじゃん。で焼き物もあったよね。値段がさ目が飛び出るぐらいのさ高いさ万年筆からさあったけどさ、パイプのさパシモンだとかさブライヤーだとかさいう根っこを加工した筆記具ってさ、ほとんどなんでの理由は何だか知らないけどさ見かけなかったんだよね。でもさやっぱりさ僕らの年代はさパイプは手に馴染んでるからさ、禁煙者になってもさ、禁煙者になってもだからタバコ吸わないでも筆記具でさやっぱりパイプのこの感触とかね含めてやっぱり憧れちゃうんだよね。でやたらとさパイプのパーシモンとかブライヤーとかウッド木の軸の筆記具が見ちゃうとさあすんげえなーって思っちゃうんさ。つい手が出ちゃう。お金は出ないんだけど手が出ちゃう。手が出ちゃう。そうなんだけど、お金を出して手を出すんだけどさ、もちろん手だけ出したら泥棒になっちゃうから。手がさ出すのはいいけど手錠はめられちゃうからさ、ね、出せなくなっちゃう。2回目がね1回目も出せないけど、冗談で言ってる分にはいいけど本気になっちゃうとそれはまずいからね。写真で30インチの画面なんかでかく写すとねやっぱりねカステルなんかとはまた違ってやっぱりねパイプのボールの昔触ってた今でも持ってるけど捨てないでね。そうなんですか。やっぱりいいもんだからね。いやいやいや貧乏人でやっと買ったほらパイプでしょ。だから捨てられないのよね。で骨董品じゃないからさ使えるからさ、でも使わないんだけどさ、その興味はないんだけど、でも安上がりなんだよね結局。ほら紙巻きタバコはねもううんと値段が上がっちゃってるでしょ。ああ分かんないね、吸わないもんね。だからね
逆にね今の値段だとするとね、あのパイプの刻みタバコを買って吸った方がね安上がり、ずっとそういう感じだって、うん、渋谷とかさ、うん、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、ああ吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物のパイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな、一十百千万。あ、ダメだ。一十百千万。あ、ダメだダメだってのあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっつるよ。だってね、本体だけでさ、1万7千だとかさ、するんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。と3万いくら、うわ万年筆買えちゃうじゃんって言っちゃってでもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えないビビっちゃうあこれだよねって思う。ダメか、タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるよじゃ。でも匂いが全然違うもんねやっぱり。葉巻もいいけど、葉巻はさバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはねバカじゃ練習しないとね。あ、そうなんですか。消えちゃうから自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。消さ、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、適度にやっぱ燃えて消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車はじめさ乗れないじゃん、自転車転がったりなんかするじゃん。でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ、タバコもね火つけて消し、刻みタバコもねパイプタバコも火つけて最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだよそれね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなのやってるそう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 、パイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ
今回のやっぱ桜のやっぱ006、あのやっぱあのブライアーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて。ああ、持ってるのかだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさ、あの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさ、そりゃそうだよね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ、うん、あの香りだけは真似できないね、うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの0066でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのはそういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね、うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話は分かんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね、うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね、うん、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ、うん、バラとか柿、パシモンの柿、うん、であれがだって出てるじゃん日本では、だってでやっぱりさ、桜のさ、やっぱあの黒のさ、黒色度合いつかさ、うん、あれはやっぱり耐水性といいさ、隠蔽力といいさ、あの黒はやっぱりちょっとを比べてみるとさ、真似できねえ黒だよねと思ってさ、まあ使いやすくさ、黒じゃさ、なくす、要するにカーボンブラックでもさ、カーボンのやっぱり粒が小さいのか練り込みがいいのかさ、そういうのは知らないけどさ、やっぱりブラックが本当惚れ惚れするようなブラックだもんね、あれ、うん、桜のブラックは、うん、よくぞこんないいブラックを、真っ黒黒のブラックをさ作ってくれましたっつぐらいのさ、ブラックだもん。あれだよね、ロットリングのブラックとさ、あのカラスバ使ってたようなさ、製図用のブラックとさ、ロットリングのブラックとさ、なんら遜色ないもんね、うん、だからであれだよ、若い頃さ、ホルマリン漬けの標準標本みたいなさ、あれでラベルつけるんですよ、うん、でラベルつけてさ、ホルマリンの中に放り込むんだよ。
とホルマリンと水の水溶液だからさ、紙がダメになっちゃうと意味がなくなっちゃうんだよ、紙が溶けちゃうと。あでインクが滲んだってさ、インクがダメになっちゃうとそれも意味がなくなっちゃうんだよ。で使ってたのはね、確かねちょっともううろ覚えになったんだけど、ロットリングのブラックのインクなんだよね。うん、でそれはねホルマリンの液体につけといても何十年もさ持つんだよ。うん、で確かロットリングのブラックだと思うんだよね。でロットリングのブラックは昔から素晴らしいよ。あそうなん、なんで知ってるん。ロットリングはあれだからね、ロットリングはあれどこのメーカーだよ、ドイツか、ドイツ。どこのメーカーやめてくれ。昔からもうあれだからね、有名だからね、製図だよ、それはさ。だからロットリングのカラスバーとかにつけたさ、あれで線描いたり円描いたりしてるじゃない。でもうさ、ロットリングのインクしか要するに使わなかった。だけど乾くんだよね、ロットリングだ、ロットリングのね黒はね。で桜のはさ、ロットリングより長持ちするんじゃん、ゲルインクだからさ。だから使い勝手はいいわけよ。ああ、で100度の温水の中に桜のさ黒つけてたんだよ。で紙はさ、その専用の紙みたいなのを見つけたからさ、それに何のことはない、普通に書いてさ、桜のインクでさ書いてさ、でつけといたらさ、温度上げても時間が経ってもにじまないし、紙に書いたやつはそのまんまだしさ、おおこれすげえやと思ってさ、うん、俺だったらロットリングわざわざ乾いちゃうみたいなさ、ロットリングのあれ使わなくてさ、これは国産のあれでやればいいや。そしたらさ、社長に見せたさ、今度は漆黒つあれが出たろ、うん、今回のインク、うん、でだからさ、これはもうメックもんだなと思ってさ。でね、前の関連っていうか文具は全然関連なか関係なかったんだけど、台湾からね仕入れに来てた商社みたいなのがいたんだよ。何買ってたと思う？僕ら関係なかったんだけど、日本のあれだよ、シリコン、インクの後ろにさ、リフィルの後ろにあれ透明のさ液体が入ってるじゃん、落ちない、蓋閉めるようなさ、インク入れて、で後ろに粘度の高い透明の、オイル入れるじゃない、あれ調達してんだよ。ああでさ、どうして日本製のがこんなのインクじゃなくて日本製の、リフィルに詰めるシリコンを調達するんだって、あれシリコンなんだよ、粘度の高いシリコンオイルなんだよ。だからね、日本のシリコンオイルがあれが一番いいんですって。でメイドイン台湾だよ、だけど中身はメイドイン台湾なわけだけど、透明の後ろの液体だけは国産のシリコン調達しに来てんだよ。でそれ向け先あれだで、ヨーロッパとか日本とかそれだで。それで日本製ので調達すると台湾で作ってもメイドイン日本になるって。
メイドインジャパンになるんですって言うんだよ。おいおい、ほんとかよって。確かに、そら、シリコンは、シリコンオイルは日本製の使うっつうのはわかるけど、それメイドインジャパンと違うじゃねえ。でもね、ネーミングはメイドインジャパンにしちゃうんだって。ほんとかよって。あれ、僕ほら外資に行ったでしょ。で外資のさ、アメリカが本国なわけよ。でシアナークレート1駅あるでしょ。あれね、アメリカ製って書いてあっても国内で作ってんの、メイドインジャパンで。でさ、俺知らなかったんだよそんなの。日本はさ、日本でだけでやってるから、確かにドラムでさ、アメリカから来て、でそれ日本で小分けして、で日本の、ディストリビューターにこう 配ったりさ、日本の店頭売りってするんだけどさ、中身がさ結局シアノアクリレートがあったわけよ、瞬間接着剤ね。うん、そしたらさ、どこで作ってると思ったら、全然知らなくてさ、たまたま関係ないさ製造ライン見学つか見行ったんだよ。あ、これチューブ詰めの生産ラインなんですよってさ、5メーターぐらいあるんだよ。それで製品をさ、みんな作ってるわけよ。うん、チューブ作るところからさ、チューブのインゴットが、あって、それ、加工してチューブの筒にするわけよ。後ろのお尻が開いてるさ、で中身詰めて、昔の歯磨きみたいにさ、くるくるくるってやるとさ、チューブになるわけよ。金属だとね。でプラスチックはまあラミネートはさ、それで熱で圧着しちゃうんだけどさ、それの生産ライン、製造ラインがね、5メーターぐらいなんだよ。長いんだよ、でけんだよ、すげえ。でそれ見てたらさ、え、これあれじゃん、1駅のでプリントしてるさ、銘柄笑っちゃうよ。うわ、これあれじゃん、アメリカの品物じゃんっつって、日本で作ってんだから、俺も関西でそうだろうって言ったら、説明してんだ、これあれですよ、アメリカの品物ですよって。嘘だろって。プリンティングだっけな、プリントジャパンって書いてあるんだよ。本当だ、嘘だ。だからアメリカで売ってるさ、アメリカ本国の品物がメイドインジャパンなんだよ、プリンティングジャパンか。そういうことは中身も国産。嘘だろ、おい、お前そんなことってあるよねつって作ってんの、あるんだよ。おい、ほんとかよ、乃木区の墓かこれつって、伊藤幸男の世界かつってさ、ロボの石かそんなんだよ。そうだろう。だってアメリカなんかはそんな一言も言わないんだよ。アメリカの外資に勤めてるやつが知らないんだ。嘘だ。信じられない。だからそこのとこ持ってくるとさ、やっぱ桜のパーシモンだとかさ、ブライヤー、パイプタバコのさ、根っこのさ、コブ、
あれはやっぱ卓越してると思うよね。うん、思わずあれだもん、渋谷の話もしたけどさ、ああ見惚れちゃうもんね。よくやったな。味合いって買ってるから。メンズだからな。あ、パイプはね。ああ、だって吸えるようになるまでがちょっと時間かかって練習しなきゃいけないけどさ、あれだよ、それを身につけちゃえばもうなんていうの、安上がりで済んじゃうよ。香りがいいしね、大地ね。もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの006でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのは、そういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね。うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話は分かんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね。うん、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。うん、バラとか柿、パシモンの柿。うん。嘘だろ社長。ツゲの木はいっぱい植わってんじゃんぞこれに。うん、あれもなんとかツゲとかさ、いろんなツゲがあるんだけどさ、やっぱ綺麗だよツゲで。手触りいいしさ。あ、目が細かいしさ、うん、うん、だからハンコ作ってるんだけど、うん、やっぱ綺麗だよ。うん、だからあれだよ、あそこなんだっけ、高山行ってさ、つげのさ、あの印籠みたいなの買ってきたりさ、あそこ話したじゃん、なんだっけ、式年遷宮やってる伊勢神宮のさ、おかげ浴場、あの辺に行ってさ、いっぱい結構さ、ああいう細工物みたいなのさ、売ってるからさ、真珠だけじゃなくてさ、まあ真珠が本場だよね、やっぱね、ご飯だからさ、うん、だから、うん、真珠はちょっと三木本のはね、手が出ないからさ、でもやっぱ伊勢さんなんかに行くとやっぱ国産のがさ、それはそれで置いてあるからさ、うん、あれなんだっけ、牛肉食うだけじゃなくてさ、やっぱりあれ、牛肉食べ行くんだとか言ってたやついるけどね、どこ行くのって言ったら伊勢で、あ、そうなん、まああれはいいよね、やっぱり。社長それ3本買っちゃったよ。うん、だってやっぱあれ、ブライヤー、手で持てるさ、軸、パイプの木の軸、あれやっぱり持っちゃうと、あー、やっぱ欲しくなるね。うん、カステルのはね、欲しいっていうよりはまあまあいいなとは思うんだよ、値段にしてもさ、何にしてもさ。でもね、やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ 006?
あのやっぱあのブライアーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。電子タバコなんて持ってるのほうがだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさあの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさそりゃそうだよそんな甘くないよだけどね、その方が体にいいんだみたいなことを平気で言うんだよね、パイプタバコ吸うやつはね。嘘だろっつぐらいだけど、本当かよっつか言ってもさ、お前詐欺みたいなこと言うなっつってさでもそれ気休めですね、タバコ吸ってんだよねやっぱねやっぱ香りがの良さに負けちゃうんだよね半分ね、うん。あ、パイプタバコ吸ってるやつすぐ分かるもん、うん、で 何のタバコ吸ってるかも分かるよね、あ大体、うん、こういう普通のタバコさ、ニコチンタバコ、そのシガレット、あの香りがしないもん、匂いがしない、やにくさいっつだけでさ、香りしないんだダメだよそれそれはね全然負けるよ本当に、あのパイプの刻み卵の匂い嗅いたらもう雲出の差、天と地、全然かなわねえよ。タバコのあの煙がもくもくするぐらいでね、一つもいいとこない。
それね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなやつを、ね、そう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 、そう、パイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。タバコがうめえなんつってるよじゃん。でも匂いが全然違うもんね。やっぱり。葉巻もいいけど、葉巻はさ、あのバカでも吸えるんだよ。火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね。あ、そうなんですか。消えちゃうから。自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの今朝要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車始めさ乗れないじゃん。自転車転がったりなんかするじゃん、うん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか、うんうん、あれと同じ。あのタバコもね、火つけて消し、あ刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、うん、火だからね。だけど消えちゃったよ。長続きしないんだ、うん、渋谷とかさ、うん、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、ああ吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物の、パイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それを、はめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな。一十百千万。あ、ダメだ。一十百千万。あ、ダメだダメだ。ってのあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000円だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。とえ3万いくら、うわ万年筆買えちゃうじゃんって言っちゃって。でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。もんつかさブライヤーつかさ、あの例のパイプのボールのさインクボールペン、ゲルインクのボールペン買っちゃったわまた。あすいません、大社長買っちゃいましたよ。キジクのさペンはさ、あのカエデとかエンジュとかさ、あのパイロットでも結構出してたがね。
で、ほら三菱でもさ、結構さ、出したことあんじゃん。今でも出してるけどさ、でもさ、モルトの樽のなんですね。モルトのね、モルトの出してるけどさ、あれはだ見たことなかったもんね。パイプのさ、パシモンとかさ、ブライヤーとかさ、パイプの材質使ったさ、筆記具さ、ほとんどっていうか、あんまりっていうか見た記憶がないんだよね。でもさ、やっぱりパイプを最終的にはみんな僕らの年代はさ、吸うことになったわけですよ。紙巻きのシガレットからさ、始まってさ、で葉巻きはさ、ほとんどダブってたけど、あんまり吸わなかったんだよね。それよりさ、パイプの方がさ圧倒的に多かったんだよね。でさ、今まで引き具の中でさ、万年筆の円柱って言うんだっけ、あれはさ同じあれで出てたけど、漆のさ塗りはさあったじゃない、当然ながら、ボールペンでも何でもさ、で漆の蒔絵はさとか金箔のさ絵のさ柄のっていうのはさあったじゃん。で蒔絵もあったじゃん。で螺鈿細工だとかさ凝ったことあんじゃん。で焼き物もあったよね。値段がさ目が飛び出るぐらいのさ高いさ万年筆からさあったけどさ、パイプのさパシモンだとかさ、ブライヤーだとかさいう根っこを加工した筆記具ってさ、ほとんどなんでの理由は何だか知らないけどさ見かけなかったんだよね。でもさ、やっぱりさ僕らの年代はさパイプは手に馴染んでるからさ、禁煙者になってもさ、禁煙者になってもだからタバコ吸わないでも筆記具でさやっぱりパイプのこの感触とかね含めてやっぱり憧れちゃうんだよね。でやたらとさパイプのパシモンとかブライヤーとかウッド木の軸の筆記具が見ちゃうとさ、あすんげえなーって思っちゃうんさ、つい手が出ちゃう。お金は出ないんだけど手が出ちゃう。そうそう、まあそうなんだけど、お金を出して手を出すんだけどさ、もちろん手だけ出したら泥棒になっちゃうから、手がさ出すのはいいけど手錠はめられちゃうからさ、ね、出せなくなっちゃう。2回目がね1回目も出せないけど、うん、冗談で言ってる分にはいいけど本気になっちゃうとそれはまずいからね。写真で30インチの画面なんかでかく写すとねやっぱりねカステルなんかとはまた違ってやっぱりねパイプのボールの昔触ってた、今でも持ってるけど捨てないでね、そうなんですか、やっぱりいいもんだからね。いやいやいや、貧乏人でやっと買ったほらパイプでしょ。だから捨てられないのよね。で骨董品じゃないからさ、使えるからさ、でも使わないんだけどさ、その興味はないんだけど、でも安上がりなんだよね結局。ほら紙巻きタバコはねもううんと値段が上がっちゃってるでしょ。ああ分かんないね、吸わないもんね。だからね
逆にね、今の値段だとするとね、あのパイプの刻みタバコを買って吸った方がね、安上がり、ずっとそういう感じだって。ん、渋谷とかさ、ああれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ、あのほら水タバコが欲しい。ああ、それもあるよね。あれボコボコボコ、ああボコボコするのも、ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ、パイプの、根っこで掘ったあの吸い口、シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物の、パイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それを、はめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさ、いつもショーウィンドウ、ショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっと高いんだよな、1/10100,000,000、あダメだ1/10100,000,000、あダメだダメだってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ17,000だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。と、え3万いくら、おい万年筆買えちゃうじゃんって言ってね。でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりね、あのコブ、木目っていうかやっぱコブだよね、こうあれがねやっぱね、ちょっとなんとも言えないビビっちゃうあこれだよねって思う。ダメか、タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるよじゃ。でも匂いが全然違うもんね、やっぱり。葉巻もいいけど、葉巻はさあのバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね、そうなんですか、消えちゃうから、自然に吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの、力入れて吸ったらダメなの。あの今朝、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだってパターンで、あれと同じよ。自転車始めさ乗れないじゃん、自転車転がったりなんかするじゃん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ、あのタバコもね、火つけて消し、刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだよそれね練習してちゃんとね、なんか悪代官みたいなやつだってね、そう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 、そうパイプ吸ってるやつは悪代官じゃないよ
今回のやっぱ桜のやっぱ006、あのやっぱあのブライアーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね、あ電子タバコなんて持ってる、あ持ってるのかだよ、なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体によくねえんだとかさあの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさそう、俺はそうだよね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ、だからパイプタバコ吸ってればもう匂いでさ、あの香りでわかるよ、うん、あの香りだけは真似できないね、うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されてやっぱあの桜のさ、桜ラボのあの006でもさ、やっぱパイプウッド、パイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね。パイプウッドっていうのは、そういう名前、ネーミングだよ。聞いたこともないもんね。うん。だから、ブライヤーとかパーシモンだったら話はわかんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、わかりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね、うん、かといってパシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね、うん、いやだからバラの根とか柿の根とかそういうの根っこを加工したやつだよ、うん、バラとか柿、パシモンの柿、うん、であれがだって出てるじゃん日本ではだって、でやっぱりさ桜のさ、やっぱあの黒のさ黒色度合いつかさ、うん、あれはやっぱり耐水性といいさ、隠蔽力といいさ、あの黒はやっぱりちょっとを比べてみるとさ、真似できねえ黒だよねと思ってさ、まあ使いやすくさ黒真っ黒黒じゃさなくす、要するにカーボンブラックでもさ、カーボンのやっぱり粒が小さいのか練り込みがいいのかさ、そういうのは知らないけどさ、やっぱりブラックが本当惚れ惚れするようなブラックだもんね、あれ、うん、桜のブラックは、うん、よくぞこんないいブラックを、真っ黒黒のブラックをさ作ってくれましたっつぐらいのさブラックだもん、うん、あれだよね、ロットリングのブラックとさ、あのカラスバ使ってたようなさ製図用のブラックとさ、ロットリングのブラックとさ、なんら遜色ないもんね、うん、だからであれだよ、若い頃さホルマリン漬けの標準標本みたいなさあれでラベルつけるんですよ、うん、でラベルつけてさホルマリンの中に放り込むんだよ、
とホルマリンと水の水溶液だからさ、紙がダメになっちゃうと意味がなくなっちゃうんだよ。紙が溶けちゃうと。あ、でインクが滲んだってさ、インクがダメになっちゃうと、それも意味がなくなっちゃうんだよ。で使ってたのはね、確かね、ちょっともううろ覚えになったんだけど、ロットリングのブラックのインクなんだよね。うん。でそれはね、ホルマリンの液体につけといても何十年もさ持つんだよ。うん。で確かロットリングのブラックだと思うんだよね。でロットリングのブラックは確か素晴らしいよ。あ、そうなん、なんで知ってるん？ロットリングはあれだからね、もう、ロットリングはあれどこのメーカーだよ、ドイツか、ドイツ。どこのメーカーやめてくれ。製図だよ、そりゃさ。だからロットリングのカラスバーとかにつけたさ、あれで線描いたり円描いたりしてるじゃない。でもうさ、ロットリングのインクしか要するに使わなかった。だけど乾くんだよね、ロットリングだ、ロットリングのね、黒はね。で桜のはさ、ロットリングより長持ちすんじゃん、あのゲルインクだからさ。だから使い勝手はいいわけよ。ああ、で100度の温水の中に桜のさ黒つけてたんだよ。で紙はさ、その専用の紙みたいなのを見つけたからさ、それに何のことはない、普通に書いてさ、桜のインクでさ書いてさ、でつけといたらさ、温度上げても時間が経ってもにじまないし、紙に書いたやつはそのまんまだしさ、おお、これすげえやと思ってさ、うん、俺だったらロットリングわざわざ乾いちゃうみたいなさ、ロットリングのあれ使わなくてさ、これは国産のあでやればいいや。そしたらさ、社長に見せたさ、今度は漆黒つうあれが出たろ、うん、今回のインク、うん、でだからさ、これはもうメックもんだなと思ってさ。でね、前の関連っていうか文具は全然関係なかったんだけど、台湾からね、仕入れに来てた商社みたいなのがいたんだよ。何買ってたと思う？僕ら関係なかったんだけど、日本のあれだよ、シリコン、インクの後ろにさ、リフィルの後ろにあれ透明のさ液体が入ってるじゃん、落ちない、蓋閉めるようなさ、インク入れて、で後ろに粘度の高い透明のオイル入れるじゃない、あれ調達してんだよ。あ、でさ、どうして日本製のがこんなのインクじゃなくて日本製のリフィルに詰めるシリコン調達するんだって。あれシリコンなんだよ、粘度の高いシリコンオイルなんだよ。だからね、日本のシリコンオイルがあれが一番いいんですって。でメイドイン台湾だよ。だけど中身はメイドイン台湾なわけだけど、透明の後ろの液体だけは国産のシリコン調達しに来てんだよ。でそれ向け先あれだで、ヨーロッパとか日本とかそれだで。それで日本製ので調達すると台湾で作ってもメイドイン日本になるって。
メイドインジャパンになるんですって言うんだよ。おいおい、本当かよって。確かにそうは、シリコンは、シリコンオイルは日本製の使うっつうのはわかるけど、それメイドインジャパンと違うじゃない。でもね、ネーミングはメイドインジャパンにしちゃうんだって。本当かよって。あれ、僕ほら外資に行ったでしょ。で外資のさ、アメリカが本国なわけよ。でシアナークレート1駅あるでしょ。あれね、アメリカ製って書いてあっても国内で作ってんの、メイドインジャパンで。でさ、俺知らなかったんだよそんなの。日本はさ、日本でだけでやってるから、確かにドラムでさ、アメリカから来て、でそれ日本で小分けして、で日本の、ディストリビューターにこう 配ったりさ、日本の店頭売りってするんだけどさ、中身がさ結局シアノアクリレートがあったわけよ、瞬間接着剤ね。うん、もうしたらさ、どこで作ってると思ったら、全然知らなくてさ、たまたま関係ないさ製造ライン見学つか見に行ったんだよ。これチューブ詰めの生産ラインなんですよってさ、5メーターぐらいあるんだよ。それで製品をさ、みんな作ってるわけよ。うん、チューブ作るところからさ、チューブのインゴットがあって、それ加工してチューブの筒にするわけよ。後ろのお尻が開いてるさ、で中身詰めて昔の歯磨きみたいにさ、くるくるくるってやるとさ、チューブになるわけよ。金属だとね。でプラスチックはまあラミネートはさ、それで熱で圧着しちゃうんだけどさ、それの生産ライン、製造ラインがね、5メーターぐらいなんだよ。長いんだよ、でけえんだよ、すげえ。でそれ見てたらさ、これあれじゃん、一時期のでプリントしてるさ、銘柄笑っちゃうよ。うわ、これあれじゃん、アメリカの品物じゃんつって、日本で作ってんだから、俺も関西でそうだろうって言ったら説明してんだ、これあれですよ、アメリカの品物ですよって。嘘だろって。プリンティングだっけな、プリントジャパンって書いてあるんだよ。本当だ、嘘だ。だからアメリカで売ってるさ、アメリカ本国の品物がメイドインジャパンなんだよ、プリンティングジャパンか。そういうことは中身も国産。嘘だろ、おいお前そんなことってあるよねつって作ってんの、あるんだよ。おい本当かよ、乃木区の墓かこれつって、伊藤社長の世界かつってさ、ロボの石かそんなんだよ。そうだろう、だってアメリカなんかはそんな一言も言わないんだよ。アメリカの外資に勤めてるやつが知らないんだ。嘘だ、信じられない。だからそこのとこ持ってくるとさ、やっぱ桜のパーシモンだとかさ、ブライヤー、パイプタバコのさ根っこのさ、コブ、
あれはやっぱ卓越してると思うよね。うん、思わずあれだもん、渋谷の話もしたけどさ、ああ見惚れちゃうもんね。よくやったな。あ、パイプはね、うん、だって吸えるようになるまでがちょっと時間かかって練習しなきゃいけないけどさ、あれだよ、それを身につけちゃえばもうなんていうの、安上がりで済んじゃうよ。香りがいいしね、第一ね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの0066でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのはそういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね。うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話わかんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、わかりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だかわかんねえって言えばわかんねえのは確かなんだけどね。うん、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。うん、バラとか柿、パーシモン柿、うん。嘘だろ社長。ツゲの木はいっぱい植わってんじゃんぞ、これに。うん、あれもなんとかツゲとかさ、いろんなツゲがあるんだけどさ、やっぱ綺麗だよ、ツゲで。手触りいいしさ、あ、目が細かいしさ。うん。うん。うん。やっぱ綺麗だよ。うん。だから、あれだよ、あそこ、なんだっけ、高山行ってさ、ツゲのさ、あの印籠みたいなの買ってきたりさ、あそこ話したじゃん、なんだっけ、式年遷宮やってる伊勢神宮のさ、おかげ浴場、あの辺に行ってさ、いっぱい結構さ、ああいう細工物みたいなのさ、売ってるからさ、真珠だけじゃなくてさ、まあ真珠が本場だよね、やっぱね、あ、ご飯だからさ、うん、だから、うん、真珠はちょっと三木本のはね、手が出ないからさ、うんうん、でもやっぱ伊勢さんなんかに行くと、やっぱ国産のがさ、それはそれで置いてあるからさ、うん、あれなんだっけ、牛肉食うだけじゃなくてさ、やっぱりあれ、牛肉食べ行くんだとか言ってたやついるけどね、どこ行くんって言ったら伊勢で、あ、そうなん、あ、まああれはいいよね、やっぱり。社長、それ3本買っちゃったよ、うん、だってやっぱあれ、ブライヤー、手で持てるさ、軸、パイプの木の軸、あれやっぱり持っちゃうと、あ、やっぱ欲しくなるね。うん、カステルのはね、欲しいっていうよりは、まあまあいいなとは思うんだよ、値段にしてもさ、何にしてもさ。でもね、やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ006、
あのやっぱあのブライヤーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたあやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の彫りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね、電子タバコなんて持ってる、あ持ってるのかだよ、なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体によくねえんだとかさあの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさそりゃそうだよそんな甘くないよだけどね、その方が体にいいんだみたいなことを平気で言うんだよね、パイプタバコ吸うやつはね、嘘だろっつぐらいだけど、本当かよつか言ってもさ、お前詐欺みたいなこと言うなっつってさでもそれ気休めですね、タバコ吸ってんだよねやっぱねやっぱ香りがの良さに負けちゃうんだよね半分ね、うん、あパイプタバコ吸ってるやつすぐ分かるもん、うん、で 何のタバコ吸ってるかも分かるよね、あ大体、うん、こういう普通のタバコさ、あそのシガレットあの香りがしないもん、匂いがしない、やにくさいっつだけでさ香りしないんだダメだよそれそれはね全然負けるよ本当に、あのパイプの刻みタバコの匂い嗅いたらもう雲泥の差、天と地、全然かなわねえよ、タバコ の煙がもくもくするぐらいでね、一つもいいとこない。
ね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなのやってる、ね、そう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 、そうパイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるようじゃ。でも匂いが全然違うもんね。やっぱり。うん、葉巻もいいけど、葉巻はさ、あのバカでも吸えるんだよ。火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね。そうなんですか。消えちゃうから、自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの今朝要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車始めさ乗れないじゃん。自転車転がったりなんかするじゃん、うん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか、うん、あれと同じ。あのタバコもね、火つけて消し、あ刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、うん、火だからね。だけど消えちゃったよ。長続きしないんだ、うん、渋谷とかさ、うん、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あそれもあるよね。あれボコボコボコ。ああボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、ああ吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物のパイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな。1、10、100、1000万。あ、ダメだ。1、10、100、1000万。あ、ダメだ、ダメだ。ってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。とえ3万いくら、おお万年筆買えちゃうじゃんって言ってて、でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見るとやっぱりね、あのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。もんつかさブライヤーつかさ、例のパイプのボールのさ、インクボールペン、ゲルインクのボールペン買っちゃったわまた。あすいません、大社長買っちゃいましたよ。キジクのさペンはさ、カエデとかエンジュとかさ、パイロットでも結構出してたがね。
で、ほら三菱でもさ、結構さ、出したことあんじゃん、うん、今でも出してるけどさ、でもさモルトの樽のなんですね、モルトのね、モルトの出してるけどさ、あれはだ見たことなかったもんね、パイプのさ、パーシモンとかさ、ブライヤーとかさ、パイプの材質使ったさ、筆記具さ、ほとんどっていうかあんまりっていうか見た記憶がないんだよね。でもさ、やっぱりパイプを最終的にはみんな僕らの年代はさ吸うことになったわけですよ。紙巻きのシガレットからさ始まってさ、で葉巻きはさほとんどダブってたけど、あんまり吸わなかったんだよね。それよりさパイプの方がさ圧倒的に多かったんだよね。でさ、今まで筆記具の中でさ万年筆の円柱っていうんだっけ、あれはさ同じあれで出てたけど、漆のさ塗りはさあったじゃない、当然ながらボールペンでも何でもさ、で漆の蒔絵はさとか金箔のさ絵のさ柄のっていうのはさあったじゃん、で蒔絵もあったじゃん、で螺鈿細工だとかさ凝ったことあんじゃん、で焼き物もあったよね、値段がさ目が飛び出るぐらいのさ高いさ万年筆からさあったけどさ、パイプのさパーシモンだとかさブライヤーだとかさいう根っこを加工した筆記具ってさ、ほとんどなんでの理由は何だか知らないけどさ見かけなかったんだよね。でもさやっぱりさ僕らの年代はさパイプは手に馴染んでるからさ、禁煙者になってもさ、禁煙者になってもだからタバコ吸わないでも筆記具でさやっぱりパイプのこの感触とかね含めてやっぱり憧れちゃうんだよね。でやたらとさパイプのパーシモンとかブライヤーとかウッド木の軸の筆記具が見ちゃうとさあすんげえなーって思っちゃうんさ、つい手が出ちゃう、お金は出ないんだけど手が出ちゃう、そうそう、まあそうなんだけど、お金を出して手を出すんだけどさ、もちろん手だけ出したら泥棒になっちゃうから手がさ出すのはいいけど手錠はめられちゃうからさね、出せなくなっちゃう、2回目がね1回目も出せないけど、うん、冗談で言ってる分にはいいけど本気になっちゃうとそれはまずいからね写真で30インチの画面なんかでかく写すとねやっぱりねカステルなんかとはまた違ってやっぱりねパイプのボールの昔触ってた今でも持ってるけど捨てないでね、そうなんですか、やっぱりいいもんだからね、いやいやいや貧乏人でやっと買ったほらパイプでしょ、だから捨てられないのよね、で骨董品じゃないからさ使えるからさ、でも使わないんだけどさ、その興味はないんだけど、でも安上がりなんだよね結局、ほら紙巻きタバコはねもううんと値段が上がっちゃってるでしょ、ああ分かんないね、吸わないもんね、だからね
逆にね今の値段だとするとね、あのパイプの刻みタバコを買って吸った方がね安上がり、ずっとそういう感じだって、うん、渋谷とかさ、あ、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、ああ吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物のパイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな、一十百千万。あ、ダメだ。一十百千万。あ、ダメだダメだってのあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ、1万7千だとかさ、するんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。とえ3万いくら、うわ万年筆買えちゃうじゃんって言っちゃってでもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えないビビっちゃうあこれだよねって思う。ダメか、タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるよじゃ。でも匂いが全然違うもんねやっぱり。葉巻もいいけど、葉巻はさバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはねバカじゃ練習しないとね。そうなんですか。消えちゃうから自然に。吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。消さ、要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、適度にやっぱ燃えて消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車はじめさ乗れないじゃん、自転車転がったりなんかするじゃん、でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ、タバコもね火つけて消し、刻みタバコもねパイプタバコも火つけて最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだよそれね練習してちゃんとね、なんか悪大感みたいなのやってるそう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 、パイプ吸ってるやつは悪大感じゃないよ。
今回のやっぱ桜のやっぱ006、あのやっぱあのブライアーパーシモンのやっぱ根っこ側を加工したつやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさ、やっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて持ってる。ああ持ってるの方がだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさ、あの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさ、そりゃそうだよね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ、うん、あの香りだけは真似できないね、うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの0066でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのはそういう名前、ネーミングだよ、聞いたこともないもんね、うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話は分かんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感あんだよね、うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね、うん、いや、だからバラの根とか柿の根とかその根っこを加工したやつだよ、うん、バラとか柿、パシモンの柿、うん、であれがだって出てるじゃん日本では、だってでやっぱりさ、桜のさ、やっぱあの黒のさ、黒色度合いつかさ、うん、あれはやっぱり耐水性といいさ、隠蔽力といいさ、あの黒はやっぱりちょっとを比べてみるとさ、真似できねえ黒だよねと思ってさ、まあ使いやすくさ、黒じゃさ、なくす、要するにカーボンブラックでもさ、カーボンのやっぱり粒が小さいのか練り込みがいいのかさ、そういうのは知らないけどさ、やっぱりブラックが本当惚れ惚れするようなブラックだもんね、あれ、うん、桜のブラックは、うん、よくぞこんないいブラックを、真っ黒黒のブラックをさ作ってくれましたっつぐらいのさブラックだもん。あれだよね、ロットリングのブラックとさ、あのカラスバ使ってたようなさ、製図用のブラックとさ、ロットリングのブラックとさ、なんら遜色ないもんね、うん、だからであれだよ、若い頃さ、ホルマリン漬けの標準標本みたいなさ、あれでラベルつけるんですよ、うん、でラベルつけてさ、ホルマリンの中に放り込むんだよ。
とホルマリンと水の水溶液だからさ、紙がダメになっちゃうと意味がなくなっちゃうんだよ、紙が溶けちゃうと。あでインクが滲んだってさ、インクがダメになっちゃうとそれも意味がなくなっちゃうんだよ。で使ってたのはね、確かねちょっともううろ覚えになったんだけど、ロットリングのブラックのインクなんだよね。うん、でそれはねホルマリンの液体につけといても何十年もさ持つんだよ。うん、で確かロットリングのブラックだと思うんだよね。でロットリングのブラックは確か素晴らしいよ。あそうなん、なんで知ってるん？ロットリングはあれだからね、ロットリングはあれどこのメーカーだよ、ドイツか、ドイツどこのメーカーやめてくれ確かもあれだからね、有名だからね、製図だよ、それはさ。だからロットリングのカラスバーとかにつけたさ、あれで線描いたり円描いたりしてるじゃない。でもうさロットリングのインクしか要するに使わなかった。だけど乾くんだよね、ロットリングだ、ロットリングのね黒はね。で桜のはさロットリングより長持ちするんじゃん、ゲルインクだからさ。だから使い勝手はいいわけよ。ああで100度の温水の中に桜のさ黒つけてたんだよ。で紙はさその専用の紙みたいなのを見つけたからさ、それに何のことない普通に書いてさ、桜のインクでさ書いてさ、でつけといたらさ温度上げても時間が経ってもにじまないし、紙に書いたやつはそのまんまだしさ、おおこれすげえやと思ってさ、うん、俺だったらロットリングわざわざ乾いちゃうみたいなさロットリングのあれ使わなくてさ、これは国産のあれでやればいいや。そしたらさ社長に見せたさ、今度は漆黒つあれが出たろ、うん、今回のインク、うん、でだからさこれはもうメックもんだなと思ってさ。でね前の関連っていうか文具は全然関連なか関係なかったんだけど、台湾からね仕入れに来てた商社みたいなのがいたんだよ。何買ってたと思う？僕ら関係なかったんだけど、日本のあれだよ、シリコンインクの後ろにさリフィルの後ろにあれ透明のさ液体が入ってるじゃん、落ちない蓋閉めるようなさ、インク入れて、で後ろに粘度の高い透明のオイル入れるじゃない、あれ調達してんだよ。でさどうして日本製のがこんなのインクじゃなくて日本製のリフィルに詰めるシリコンを調達するんだって、あれシリコンなんだよ、粘度の高いシリコンオイルなんだよ。だからね日本のシリコンオイルがあれが一番いいんですって。でメイドイン台湾だよ、だけど中身はメイドイン台湾なわけだけど、透明の後ろの液体だけは国産のシリコン調達しに来てんだよ。でそれ向け先あれだで、ヨーロッパとか日本とかそれだで。それで日本製ので調達すると台湾で作ってもメイドイン日本になるって
メイドインジャパンになるんですって言うんだよ。おいおい、ほんとかよって。確かに、そら、シリコンは、シリコンオイルは日本製の使うっつうのはわかるけど、それメイドインジャパンと違うんじゃねえ。でもね、ネーミングはメイドインジャパンにしちゃうんだって。ほんとかよって。あれ、僕ほら外資に行ったでしょ。で外資のさ、アメリカが本国なわけよ。でシアナークレート1駅あるでしょ。あれね、アメリカ製って書いてあっても国内で作ってんの、メイドインジャパンで。でさ、俺知らなかったんだよそんなの。日本はさ、日本でだけでやってるから、確かにドラムでさ、アメリカから来て、でそれ日本で小分けして、で日本の、ディストリビューターにこう 配ったりさ、日本の店頭売りってするんだけどさ、中身がさ結局シアノアクリレートがあったわけよ、瞬間接着剤ね。うん、もうしたらさ、どこで作ってると思ったら、全然知らなくてさ、たまたま関係ないさ製造ライン見学つか見行ったんだよ。あ、これチューブ詰めの生産ラインなんですよってさ、5メーターぐらいあるんだよ。それで、さ、製品をさ、みんな作ってるわけよ。うん、チューブ作るところからさ、チューブのインゴットが、あって、それ、加工して、チューブの筒にするわけよ。後ろのお尻が開いてるさ。で、中身詰めて、昔の歯磨きみたいにさ、くるくるくるってやるとさ、チューブになるわけよ。金属だとね。でプラスチックはまあラミネートはさ、それで熱で圧着しちゃうんだけどさ、それの生産ライン、製造ラインがね5メーターぐらいなんだよ。長いんだよ、でけんだよ、すげえ。でそれ見てたらさ、あ、これあれじゃん、いちいけど。でプリントしてるさ、銘柄、笑っちゃうよ。うわ、これあれじゃん、アメリカの品物じゃんっつって、日本で作ってんだから、俺も、関西で。そうだろうって、たら説明してんの。これ、あれですよ、アメリカの品物ですよって、嘘だろって、プリンティングだっけな、プリントジャパンって書いてあるんだよ。本当だ、嘘だ。だからアメリカで売ってるさ、アメリカ本国の品物がメイドインジャパンなんだよ、プリンティングジャパンか。そういうことは中身も国産。嘘だろ、お前そんなことってあるよねっつって作ってんの、あるんだよ。おい、ほんとかよ、乃木区の墓かこれっつって、伊藤幸男の世界かっつってさ、ロボの石かそんなんだよ。そうだろう、だってアメリカなんかはそんな一言も言わないんだよ。アメリカの外資に勤めてるやつが知らないんだ。嘘だ、信じられない。だからそこのとこ持ってくるとさ、やっぱ桜のパーシモンだとかさ、ブライヤー、パイプタバコのさ、根っこのさ、コブ、
あれはやっぱ卓越してると思うよね。うん、思わずあれだもん、渋谷の話もしたけどさ、ああ見惚れちゃうもんね。よくやったな。あ、パイプはね、うん、だって吸えるようになるまでが、ちょっと時間かかって練習しなきゃいけないけどさ、あれだよ、それを身につけちゃえばもうなんていうの、安上がりで済んじゃうよ。香りがいいしね、大地ね、もうめちゃめちゃ香りがいいよ。だからパイプタバコ吸ってれば、もう匂いでさ、あの香りでわかるよ。うん、あの香りだけは真似できないね。うん、だからやっぱりあれ、それにやっぱり触発されて、やっぱあの桜のさ、桜ラボのあの006でもさ、やっぱパイプウッドっていうのは、いや、そういう名前では言わないんだけどさ、ボールとかさ、やっぱブライヤー、まあブライヤーだよね、パイプウッドっていうのは、そういう名ネーミングだよ、聞いたこともないもんね。うん、だからブライヤーとかパーシモンだったら話は分かんないけどさ、そういう名前だったらさ、確かにパイプウッドっていうんで、分かりやすい名前は名前なんだけど、どうも違和感だよね。うん、かといってパーシモンだとかブライヤーだとかボールだとか言っても何の意味だか分かんねえって言えば分かんねえのは確かなんだけどね。うん、いや、だからバラの根とか柿の根とか、その根っこを加工したやつだよ。うん、バラとか柿、パシモン柿、うん。嘘だろ社長。杉の木はいっぱい植わってんじゃんぞこれに。うん、あれもなんとか杉とかさ、いろんな杉があるんだけどさ、やっぱ綺麗だよ杉で。手触りいいしさ。あ、目が細かいしさ、目も結構しやすいんだよね、うん、だからハンコ作ってるんだけど、うん、やっぱ綺麗だよ、うん、だからあれだよ、あそこなんだっけ、高山行ってさ、杉のさ、あの印籠みたいなの買ってきたりさ、あそこ話したじゃん、なんだっけ、式年遷宮やってる伊勢神宮のさ、おかげ浴場、あの辺に行ってさ、いっぱい結構さ、ああいう細工物みたいなのさ、売ってるからさ、真珠だけじゃなくてさ、まあ真珠が本場だよね、やっぱね、ご飯だからさ、うん、だから、うん、真珠はちょっと三木本のはね、手が出ないからさ、でもやっぱ伊勢さんなんかに行くと、やっぱ国産のがさ、それはそれで置いてあるからさ、うん、あれなんだっけ、牛肉食うだけじゃなくてさ、やっぱりあれ、牛肉食べ行くんだとか言ってたやついるけどね、どこ行くのって言ったら伊勢で、あ、そうなん、まああれはいいよね、やっぱり。社長それ3本買っちゃったよ、うん、だってやっぱあれ、ブライヤー、手で持てるさ、軸、パイプの木の軸、あれやっぱり持っちゃうと、あーやっぱ欲しくなるね、うん、カステルのはね、欲しいっていうよりはまあまあいいなとは思うんだよ、値段にしてもさ、何にしてもさ、でもね、やっぱ今回のやっぱ桜のやっぱ 006?
あのやっぱあのブライヤーパーシモンのやっぱ根っこがを加工したっつうやつにはやっぱりね、あのパイプを手にしたやつとやつらとするとやっぱり惹かれちゃうと思うよ、うん、若い人に話しても分かんないけどね、タバコ吸うんですかって言われちゃうよね、うん、だからあれだよ、あのシガレットを刺すんでもさ、やっぱりパイプのあの木の掘りもんでさ、うん、刺すとさやっぱり電子タバコなんて持ってるのかだよね。あ？電子タバコなんて。ああ持ってるの方がだよ。なんか公爵あの言ってたやついるけどね、フィルターが体に良くねえんだとかさ、あの刻みタバコはじゃあそんなにあれかい、ニコチンタールがやつほど出るのに悪くねえんかいって言いた言いそうな感じだけどさ、そりゃそうだよ、そんな甘くないよ。だけどね、その方が体にいいんだみたいなことを平気で言うんだよね、パイプタバコ吸うやつはね。嘘だろっつぐらいだけど、本当かよっつか言ってもさ、お前詐欺みたいなこと言うなっつってさ。でもそれ気休めですね、タバコ吸ってんだよねやっぱね。やっぱ香りがの良さに負けちゃうんだよね半分ね、うん。あ、パイプタバコ吸ってるやつすぐ分かるもん、うん、で 何のタバコ吸ってるかも分かるよね、あ大体、うん、こういう普通のタバコさ、あそのシガレットあの香りがしないもん、匂いがしない、あのやにくさいっつだけでさ香りしないんだ。ダメだよそれ。それはね全然負けるよ本当に、あのパイプの刻み卵の匂い嗅いだらもう雲出の差、天と地、全然かなわねえよ。タバコのあの煙がもくもくするぐらいでね、一つもいいとこない。
それね練習してちゃんとね、なんか悪代官みたいなやつだよ。そう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 。そう、パイプ吸ってるやつは悪代官じゃないよ。タバコがうめえなんつってるよじゃん。でも匂いが全然違うもんね。やっぱり。葉巻もいいけど、葉巻はさ、あのバカでも吸えるんだよ。火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはね、バカじゃ練習しないとね。あ、そうなんですか。消えちゃうから。自然に。吸う力がないじゃない。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。あの今朝要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、あの適度にやっぱ燃えて、あの消しちゃダメだっつパターンで、あれと同じよ。自転車はじめさ乗れないじゃん。自転車転がったりなんかするじゃん。でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ。あのタバコもね、火つけて消し、あ、刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて、あの最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ。長続きしないんだ。渋谷とかさ、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。あ、それもあるよね。あれボコボコボコ、あボコボコするのも、うん、あそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの、根っこで掘ったあの吸い口、シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。うん、それは本物の、パイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それを、はめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっとと高いんだよな。一十百千万。あ、ダメだ。一十百千万。あ、ダメだダメだってのあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ1万7000円だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。とえ3万いくら、うわ万年筆買えちゃうじゃんってやっちゃって。でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。もんつかさブライヤーつかさ、あの例のパイプのあのボールのさ、あのインクボールペン、ゲルインクのボールペン買っちゃったわまた。あすいません、大社長買っちゃいましたよ。キジクのさペンはさ、あのカエデとかエンジュとかさ、あのパイロットでも結構出してたがね。
ほら三菱でもさ、結構さ、出したことあんじゃん、今でも出してるけどさ、でもさモルトの樽のなんですね、モルトのね、モルトの出してるけどさ、あれはだ見たことなかったもんね、パイプのさ、パシモンとかさ、ブライヤーとかさ、パイプの材質使ったさ、筆記具さ、ほとんどっていうかあんまりっていうか見た記憶がないんだよね。でもさ、やっぱりパイプを最終的にはみんな僕らの年代はさ吸うことになったわけですよ。あの紙巻きのシガレットからさ始まってさ、で葉巻きはさほとんどダブってたけど、あんまり吸わなかったんだよね。それよりさパイプの方がさ圧倒的に多かったんだよね。でさ、今まで筆記具の中でさ万年筆の円柱って言うんだっけ、あれはさ同じあれで出てたけど、漆のさ塗りはさあったじゃない、ああ当然ながらボールペンでも何でもさ、で漆の蒔絵はさとか金箔のさ絵のさ柄のっていうのはさあったじゃん、で蒔絵もあったじゃん、ああで螺鈿細工だとかさ凝ったことあんじゃん、で焼き物もあったよね、値段がさ目が飛び出るぐらいのさ高いさ万年筆からさあったけどさ、パイプのさパシモンだとかさブライヤーだとかさいう根っこを加工した筆記具ってさ、ほとんどなんでの理由は何だか知らないけどさ見かけなかったんだよね。でもさやっぱりさ僕らの年代はさパイプは手に馴染んでるからさ、禁煙者になってもさ禁煙者になってもだからタバコ吸わないでも筆記具でさやっぱりパイプのこの感触とかね含めてやっぱり憧れちゃうんだよね。でやたらとさパイプのパシモンとかブライヤーとかウッド木の軸の筆記具が見ちゃうとさあすんげえなーって思っちゃうんさ、ついてが出ちゃう、お金は出ないんだけど手が出ちゃう。そうそう、まあそうなんだけど、お金を出して手を出すんだけどさ、もちろん手だけ出したら泥棒になっちゃうから、手がさ出すのはいいけど手錠はめられちゃうからさね、出せなくなっちゃう、2回目がね1回目も出せないけど、うん、冗談で言ってる分にはいいけど本気になっちゃうとそれはまずいからね。写真で30インチの画面なんかでかく写すとねやっぱりねカステルなんかとはまた違ってやっぱりねパイプのボールの昔触ってた、あ今でも持ってるけど捨てないでね、そうなんですか、やっぱりいいもんだからね、いやいやいや貧乏人でやっと買ったほらパイプでしょ、だから捨てられないのよね、で骨董品じゃないからさ使えるからさ、でも使わないんだけどさ、その興味はないんだけど、でも安上がりなんだよね結局、ほら紙巻きタバコはねもううんと値段が上がっちゃってるでしょ、ああ分かんないね、吸わないもんね、だからね
逆にね今の値段だとするとね、あのパイプの刻みタバコを買って吸った方がね安上がり、ずっとそういう感じだって、うん、渋谷とかさ、うん、あれだもん、あれ100本以上並んでるんだもんね。これではあんまりあのパイプのあれないでしょ。あれ専門で行ってみてえね。だから社長あれがすごいよ。あのほら水タバコが欲しい。ああ、それもあるよね。あれボコボコボコ。ああ、ボコボコするのも。ああそれもあった記憶ある。あれがいいよ。パイプの根っこで掘ったあの吸い口。シガレットをさ差し込むだけの吸い口、吸い口もあるんだよ。ああ、うん、それは本物のパイプタバコのさブライヤーで掘ったさ、それをはめ込んであるさ、そういう喫煙具なんかも確か売ってたよ。だからさいつもショーウィンドウさ、あこれいいな、でも値段がちょっとな、ちょっと高いんだよな、1/10100,000,000。あ、ダメだ。1/10100,000,000。あ、ダメだダメだってのがあるじゃん。だからそれがね、やっぱりね、ボールペンごときでね、出したっつのはね、値段見たらおっするよ。だってね、本体だけでさ17,000だとかさするんでしょ。でこんなそれだけじゃ使えねえわけだからさ、うん、で筐体がいるわけでしょ。と3万いくら、おい万年筆買えちゃうじゃんって言ってね。でもねやっぱりね、あれ写真で撮って大写しの画面見ると、うんうん、やっぱりねあのコブ木目っていうかやっぱコブだよね。こうあれがねやっぱねちょっとなんとも言えない。ビビっちゃう。あこれだよねって思う。ダメか、タバコ吸っててタバコがうめえなんつってるよじゃ。でも匂いが全然違うもんね、やっぱり。ハマキもいいけど、ハマキはさバカでも吸えるんだよ、火つけりゃ燃えてるから。でもパイプはねバカじゃ練習しないとね。あ、そうなんですか。消えちゃうから、自然に吸う力がないけどね。いやいやいや、それがね微妙なの。力入れて吸ったらダメなの。今朝要はそれをお前どういうことだか説明してみろって言われても言えないんだけど、適度にやっぱ燃えて消しちゃダメだってパターンで、あれと同じよ。自転車始めさ乗れないじゃん、自転車転がったりなんかするじゃん。でさ何回か転がるとやっと乗れるようになるじゃないですか。あれと同じ、タバコもね火つけて消し、刻みタバコもね、パイプタバコも火つけて最初燃えるわけよ、火だからね。だけど消えちゃったよ、長続きしないんだよ。それね練習してちゃんとね、なんか悪代官みたいなのやってる。そう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 、パイプ吸ってるやつは悪代官じゃないよ。